レインジャー2号は NASA のレインジャー計画で製作され、打ち上げられた飛行テスト機。将来の月、惑星間の探査計画に備えるために、レインジャー宇宙機のシステムテスト用機として設計された。レインジャー2号は将来に向けた様々なシステムのテストに加え宇宙船、磁場、放射、微小粒子、地球大気上層,層部の水素ガスの化学観測が可能なように設計された。 レインジャー2号は、レインジャーブロック1型設計で、レインジャー1号と同じ設計である。レインジャー2号は1.5メートルの六角形の土台に、アルミニウムの支柱で補強された、円筒形の4メートルの塔が当たっている構造である。土台部分には開くと5.2メートルの長さになる2台の太陽電池が取り付けられており、土台部分の底部には、ハイゲイン指向性、パラボラアンテナが付けられている。 実験器具や、その他の器具は、基礎部分と塔の部分の内部に載せられており、装置類には、ライマンアルファー線望遠鏡、機体ルビジューム磁力計、静電気分析器、中エネルギーレンジ粒子検出器、三重同時係数望遠鏡、宇宙船積算電離箱、宇宙人検知器、シンチレーション検出器などがあった。通信システムは高利得アンテナと無指向性の中利得アンテナ、 ほぼ 960MHz で出力 0.25W と 3W の2台の通信機が使われた。電力は2枚のパネルに乗せられた8680枚のソーラーセルから供給され、53.5kg の銀、亜鉛電池が利用され、実験用により小さい電池も積まれていた。高度の制御は半導体素子、タイミングコントローラー、太陽、地球用センサー、 ジャイロスコープ、ピッチロールジェットエンジンで行われた。温度制御は、金メッキ白塗りによる反射とアルミニウムの機体にする、ことで、受動的に行われた。レインジャー2号は1961年11月18日に、ケープカナベラルから宇宙大気軌道に打ち上げられたが、ロールジャイロが、動作不能でアジェナの再稼働ができなかった。このため、計画していた、 地球重力圏外への軌道に乗せることができず、結果的にレインジャー2号はアジェナによって到達した低地球軌道で立ち往生となり、軌道崩壊によって1961年11月20日に大気圏に再突入した。ありがとうございます。